では次なんですけど、これやっぱりちょっと外しますね。やっぱり有線でつながないといけないということになりますので、ちょっと一旦切りますね。有線でつながないといけないということになりますので、やっぱり、それはそれで不便であるということで、そこでですね、実は手持ちのやつがあるんですけれども、EZ キャストプロです。これ以前から使っています。で、こちらはですね、これまあ HDMI 挿すだけなので、これがですね、先ほどのやつでいくと、その付属のケーブルのこちらの方が、これをメスメスのやつにやるんですね。で、これをこうして、これをつなげると。ってなると、こちらと、これを、ビューファインプラス、あ、これ、ビューファインプラスって書いてますからね。大丈夫でした。でつなげますと、でこれでこちらとそれからタブレットの方は無線でつながるわけです。で問題になるのは、こちらの電源供給なんですね。でこれマイクロ USB から電源供給をするんですが、そこでどうするかと考えた時に、無線でやるとなるとやっぱりモバイルバッテリーでいけるだろうということで、モバイルバッテリーアンカーので、これをモバイルバッテリーをこちらに挿しますと、はい、これで電源入りましたということですので、基本的に、この状態、この状態で、こちらビューファインですけども、これでタブレットと、この EZ キャストプロは、無線で、飛びますので、一応手元に、タブレットやスマホがなくてもいけると。だからまあ言えばこちらをですね、ポケットとかに入れてメガネでやればですね、一応無線で例えばパワーポイントとかやる場合でしたら、パワーポイントの送りをですね、USB の接続のやつなんかでこう送りながら、パソコンをちょっと離れたところに置いといて、で目の方で、メガネの方で、パワーポイントの画面を確認しながら喋れるとかね、いろんな使い方ができるというふうに思います。で、EZ キャストの方なんですけど、キャストプロの方なんですけど、これは付属のソフトが、ありまして、この EZ キャストプロというのがありますので、そちらからですね、飛ばすようになります。これちょっと一旦今、自宅の Wi-Fi は一旦切らないといけないんですけど、で切りまして、これで今デバイスがつながりましたので、これでダイレクトインでここで、先の入力するんですね。はい、ソフトがですね、ちょっとアップデートされて従来の使い方と変わりましたので、ちょっと戸惑っていますが、これで有線デバイスイエスというのかな、これでミラーリングいけるはずです。ミラーリングミラーイエス、画面が、で、ちょっと見てみますね。はい、わかりますかね。これでミラーリングできています。ちょっと見にくいと思うんですけどね。はい、タブレットと同じ画面が、この、ビューファインプラスの方に出ていますということで、これでミラーリングできますということです。まあ、こういう感じですので、まあ、これ一式ですね。
これ一式とタブレットが離れた場所にあっても、いけるということなんで、とりあえず、まあ、有線でつなげるというふうなことには、なってるんですけども、モバイルバッテリーと EZ キャストプロを通すことによって、無線で、タブレット、あるいは PC とかと離れた場所でも、まあ、プレゼントができるということが一応確認できたということです。はい。ということで、かなりですね、十分使えるのではないかなと思います。あと、まあ、メガネがですね、メガネ自体こう右にずれてくるという問題がよく指摘されていて、まあ、これはまあ重さがあるから仕方ないんですけど、重たい、右の方が重たくなりますので、まあ、なので、こうなんかキャップ型のやつとかですね、なんかぐるぐる、頭に巻いてみたいなやつのオプションも出ていますので、まあ、ちょっと実際使ってみて、まあ、メガネではちょっと実用的かどうかというのはまた今後試していきたいと思います。まあ、以上、ビューファインプラスですね、ディスプレイになるだけということで、Google グラスのような高価な、いろんな先進的な機能は詰まっていませんが、まあ、手軽にですね、ディスプレイかを見ることができるということと、あとは有線なんだけども、モバイルバッテリーと EZ キャストプロなどを使うことによって、ミラーリングでですね、一応無線でできるというふうなことがいけるので、まあ、2万5800円ですがっていう、まあ、値段ですので、十分実用的かなというふうに思います。以上ですね、今回購入しました、ビューファインプラスのですね、とりあえずのセッティング、レバー、レビューということでした。ありがとうございました。